なんか一柳さんっていうなんかゆとりの新人みたいなやつにさ、なんか仕事取られちゃったんですけど、三剣さん。なんか急に暇になっちゃいましたね、なんかね。三剣さん、何なんですか、昨日のあれは。本当に何なんでしょうね。なんであんなことになったんでしょうね。どうしてこうなったんですよ、まさに。なんか、別にさ、大統領専用機、まあ、治外法権を犯してしまったっていうことなのかな。やっぱり良くないことだったのかもしれないですけど、でも結果だけ見たら、まあ、結局内藤さんは逮捕されましたし、まあ、内藤さんの刑はまだね、出る前だったけど、特にね、これといって、何か、ま、過ちを犯したという感じはないんですよね。どうしてあんななんか出来の悪そうなやつに変えられたのか。ちょっと検事審査会大丈夫かっていう感じですけど。あの二人、あんな態度許せないですよ。一柳さんね。一柳さんはもう完全にこっちを舐め切った。なんか、本当にまだ、何?仕事について、そんなに日の浅い感じの人だったのにもかかわらず、三剣さんに対して、大先輩に対してあの口の利き方 ちょっとなってないですね、ちょっとね。お仕置きが必要じゃないですか、これ。ちょっとメイちゃん呼んできた方がいいんじゃない?ちょっと、無知の制裁を。三剣健児、俺はあんたの尻拭いのために来てやったのさ。変な髪型しやがって。検事審査会は、三剣健児を事件の担当検事から外し、一柳検事を新たな担当に任命する議事を。全く納得できないな、これは。どうしてそういう結論に至ったのかが、全くわからないんですけど、三上裁判官に一柳検事、三上裁判官はなんか、ねえ、しっかりした感じの人でしたけど、ただなんか、なんだろうな、検事審査会を心酔しきってるというか、法の神の名のもとにみたいなね、ちょっと宗教的な人でしたけど。しかし、それよりも気になるのは、検事審査会。彼らは何を考えているのだ。もう悪巧みしているようにしか見えません、この絵面では。今後の動向が気になるな。あまりいい予感はしないが。ラスボスかな。もう、三剣さん聞いてるんですか? いや、なんかずっといろいろ考え事してたから、全然聞いてませんでした。すいません。聞いていると思う。諦めちゃうんですか?内藤さんのこと。内藤さんの事件。いや、だって諦めるも何も、だって担当から外されちゃったからな。もう今、仕事ないわけですよ、こちらは。いや、私もこのまま引き下がるつもりはない。あ、そうなんだ。黙って手を引いたのでは、あちらの言い分を認めたことになる。まあ、そうだ、間違ったことはしてないわけだからね、自信持っていきたいですよね。確かに。しかし、今の私に捜査権はない。どうするか。お、誰だ?どうした?糸のこぎり刑事。糸のこさんか。今、こき使われてんじゃないかな。彼らに。大変っす。警察局で聞いてきたっすけど、昨日の事件の容疑者が逮捕されたらしいっす。逮捕?何?一体誰が?誰だ? それはわからないっすけど、留置所に行けば話が聞けるっすよ。俺は、あれですね、冤罪の匂いがしますね。捜査権はなくても、面会ぐらいならば問題あるまい。ちょっとね、会って話を聞くぐらいなら。でも留置所に向かうとしよう。自分も大急ぎで、留置所に向かうっす。刑事、仕事の方は大丈夫なのか?一柳さんに、こ き使われてないんですか?どっちにしろ捜査は現場の刑務所で行われるっすよ。まあ、場所は同じだから。ってことか。わかった、向こうで落ち合おう。了解っす。行こう、三雲くん。はい。どうせ彼のことだ。なんか、適当にそこら辺の人を捕まえて、お前が犯人だとか言ったんだろう。そういう感じだろう。誰もいないですけど。来ないですね。また?来ないな。これちょっと、怖いな。あんまり。また来なかったりして。また殺害されてたりして。縁起でもないこと言うんじゃない?あ、そうですね。すいません。いや、ほんと無理ですよ。いや、無理とかじゃなくて、ただの面会ですから。面会断られてんの?何?どういうこと?あれかな?知ってる人かな?む?なんだか賑やかな声が聞こえてきましたね。誰だ?無理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 。あれ、これ誰だ?多分初めて見る人ですよね。
わがまま言わないでくださいよ。ミツルギさん嫌われすぎじゃない？だってケンジとか、どうせすっげえ怖いんでしょ。あ、ケンジっていう仕事の、あ、仕事自体を怖がってるってこと？すごい目つきで睨みつけられるんでしょ。いや、そんなことはないよ。あ、睨みつけてるわ。あの、失礼だが、君が容疑者の。うわぁ、やっぱり。いや、これは仕方ないんだって。もう、三つさんが生まれ持った目だから、これは。三雲くん、彼はどうしてこんなに取り乱しているのだ。理解不能なのだが。そうですね。三つさんが、三つさんだからですよ。なんですか、その、なんかその、あれですね、深い話みたいな感じですね。ますますわからん。三つさんが三つさんらしくね、そういう風に振る舞ってるだけで、それイコール怖いということなんですね。だからね。でも怖くなくなったらもうだから三つさんではないっていう逆説も唱えられるわけだけど。お話聞かせてもらえませんか？あなたなんで口をずっと隠してるんですか？君は、私、三つさんの助手やってます。一条三雲です。なんかあれかな、心理、なんか前テレビで見たんだけど、口を隠しながら喋る人は、なんかこう、隠し事をしてるみたいな。なんかこう、嘘をついてるときに、本音を言わないときに、口を隠すみたいな。聞いたことあるけど。まあ、アルバイトなんですけどね。アルバイトだったの？あ、そうか、今、大泥棒は休業中だから。宿った覚えないぞ。初耳でしたね、確かに。こちらが三剣賢治。目つきほど怖い人じゃないから大丈夫ですよ。まあ確かに、優しいから。本当に？本当本当。本当だ。嘘だ。ひぃ。ダメだな、これ。三剣さん、目隠しながら喋ればいいんじゃない？それよりも、容疑者さんのお名前を教えてくださいよ。そうか、容疑者。僕、猿城聡太です。あれか、三雲ちゃんと話すときだけ普通に喋ってくれる感じだな、この人。聡太さんですね。私のことは、三雲ちゃんって呼んでくださいね。まあ、三つさんのことは、みっちゃんでいいから。ケンジの水柳レイジだ。少し話を聞かせてもらいたいのだが。あ、ダメだ。完全にダメだ、これは。お願いします。聡太さんのためなんです。本当に？三雲ちゃんを盾にしながら、後ろで、三つるぎさんが喋るってのはどうですか？そういうやり方で。やれやれ、三雲くんのおかげで、なんとか話を聞き出せそうだな。猿城聡太さん、あなたについて。まずは君のことについて、教えてほしいのだが。いやいや、そんな、僕のことなんか。とんでもない、もったいない。聞いても面白くないですよ。別に面白いだろうと思って聞いてないんだよ。すごい控えめの人だな、この人。職業は？いやいや、そんな、正直大したことなくて。いやいや、言えや。ただの、サラリーマンですから、僕なんか、ええ。いや、まあ、ちゃんとしてるじゃん。やれやれ。まあ、ちゃんとしてそんな、格好してないから。まあ、ね、それはね、そうだろうとは思うんだけど。髪型がまず変だし。被害者の内藤とは、あれ何かありそうだな、これ。私とでは会話が成立しないな。三雲くん、頼んだ。ソータさんは、内藤さんとお知り合いだったんですか？内藤、うん、そうだよ。あいつとは友達だったんだ。友達か。内藤が逮捕されたことは知っていたのだろうか。内藤さんがその、逮捕されたことは知っていました。これあれなのかな？三つるぎさんが三雲ちゃんに言葉伝えて、それをまた三雲ちゃんが伝えるみたいな、そういう伝言ゲームみたいな感じのやり方してんのか、これ。うん、ここにも面会に来たよ。彼も留置所を訪れているのか。それはいつのことだ。それはいつのことですか？一昨日の昼頃、警察から電話がかかってきて、すぐに面会に来たから。あ、そうなんだ。警察から？じゃあやっぱり、内藤さん自体が、まあ、知り合いを呼んでくれみたいなことを言って、猿城さんが来たと。どうして聡太さんのところに警察から電話が？内藤が警察に頼んだみたい。僕に伝言があったから。じゃあ深い仲ですね、あなたたち。伝言？
あいつのチェスボードを持ってきてほしいって、携帯用の。ああ、あったね。あったあった。内藤さんが死んでたところのすぐ近くに落ちてた。だからあいつの自宅に寄ってから面会に来たんだ。チェスボードだと？チェスボードですって？すごいな。伝わってる。三雲くん、私の心の声を盗み聞いててもいる。あ、伝えてないの？心の声だったの？あれ。よく分かったな、三雲さん。三つるぎさん、考えてることが顔に書いてありますもん。バレバレだったということか。三つるぎさんの表情から推測しただけですよ。ほらね、私、役に立つ助手でしょ。それでは、次にするべきことも分かるな。優秀なら。まあ、逆に怖いけどね。そんな全て分かられたら。もちろん、ソータさんにあれを見てもらわなきゃいけないですね。ああ、チェスボードね。突きつけてみるとしようか。そしたら、これね。これを渡したんですよね。このチェスボードなんですけど、あなたが持ってきたやつですよね。あ、それ内藤の。やはりな。彼の依頼でソータが差し入れしたもの。これ内藤さんの遺体のそばに落ちていたんです。あいついつもチェスボード持ってたんですよ。死ぬ時もなんて、あいつらしいや。ああ、結構深い関係なのかな、この人は。ソータさん、内藤さんと仲良しだったんですね。うん、親友だったと思う。少なくとも僕はそう思ってた。でも違うのかもね。え？僕はあいつが殺人を犯すなんて想像もしなかったから。ああ、まあそうか。まあでも普通に考えたらさ、現実的に考えて、友達とかが急に殺人とか犯したらさ、まあこういう気持ちになるかもしんないね。ああ、なんかあいつのこと分かってなかったんだな、みたいな、ふうに思うかも、確かに。身近な人間が殺人犯だった。その、あまりに残酷な真実。まあでもだからさ、その内藤さんっていう人間性を、まあ少なからず知ってるわけじゃん、猿城さんは。まあだから、そうだな。何かしらね、理由があってのことなんだっていうふうに察してあげれることはできるかもしれないね。そう簡単に受け入れられるものではあるまい。あいつとこんな形で別れるなんて想像もしてなかったよ。水木さん、やっぱりおかしいですよ。まあそうだね、友達。そうだな。ソータさんが内藤さんを殺すわけないです。まあ、ここだけ見たらそうだけど、まあ、警察だってバカじゃないから。何かしら証拠があって、ねえ、根拠があって捕まってるわけですから。でも確かに動機があるようには見えないな。しかし、事実彼は逮捕されている。そうなんですよね。そこなんだよ。一体どんな根拠があったというのだろう。証拠があったんでしょ？多分。あなたなんで逮捕されたんですか？まず。どうして君は逮捕されたのだ？まだ怖がってんのかよ。やはり、私ではダメか。それが、わからないんです。わからない。やっと三つ木さんに慣れてくれたみたいですね。そうだね。そうだよ。うん。近づいても噛みつかないから大丈夫だよ。それは、助かる。今朝、僕の家に警察の人が押しかけてきて、急に？あっという間にここに連れて来られちゃって。その時、ケンジは同行していなかったかね。ああ、一柳さん。指揮者みたいなやついなかったか。あ、確か一流なんとかっていう、ああ、まさしくあの人ですね。やはりあの新人ケンジか。やはり、じゃあ、ソータさんは警察の尋問もまだ受けていないってことなんですね。僕、警察の尋問を受けなくちゃいけないんですか？まあ、容疑者だし、そうだね。受けると思いますよ、この後でも。それはそうですよ。なんて言ったって容疑者なんですから。無理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 。まあ確かに無理そうだな、この人。だって刑事とかってすっげえ荒っぽいんでしょ。大きな体で威圧してくるんでしょ。まあ俺もそういうイメージはありますけどね。まあでも、カツ丼とか出されるから。大丈夫だ。刑事、糸のこぎり、ただいま到着したっす。なんて絶妙なタイミング。うわぁ、やっぱり。そんなぶっとい腕で投げろうとしないでください。
いやでも、糸の子さんだったら優しくやってくれると思いますよ。ほんと無理ですから。警察呼びますよ、警察。ここだよ、警察は。なんじゃこりゃって感じだろうな。三鶴健二、この人どうしたっすか？そうだな、それは、刑事が、刑事だからだよ。出た。わけがわからないっす。三鶴さん、あの表現の仕方、気になってたんだね。復讐かな。三鶴さん、ソータさんはきっと無実ですよ。なんとかならないですか？まあ、そうだね。まあ、いろいろやっぱり、こっちもこっちなりに操作すればいいんじゃないか？もう、検事の仕事ではないけどね、それは。もう、猿城ソータくん。はい。君は内藤くんの親友だった。二日前は面会に来ただけ。内藤くんを殺してなどいない。間違いないだろうか。はい。僕は誰も殺していません。まあ、そう言うなら、そうなんでしょう。そうか、それだけ聞ければ十分だ。私も君に協力させてもらおう。そんな、僕なんか協力してもらう価値なんか、控えめだな。君のためだけじゃない。この事件には、個人的な因縁もあるのでな。本当だな、まったく。あの人たちのね、もうある意味だからさ、この猿城さんが無実だったら、もう彼らはな、ね、冤罪だから。冤罪事件だから、これは。誤認逮捕だからね。そういうところを追求していこう。燃えてきたっす。今私はこの事件の捜査権を持っていない。十分な情報を得られない身としては、君の存在が重要になってくる。まあ、貴重になってくる。そうだね。君から聞いた話がきっと頼りになってくるだろう。そうだ。だからお互い利用するって感じだな。お互いに協力しよう。これはそういう申し出だ。そうだ。ウィンウィンの関係だ。あ、思いついたっす。三鶴健二は弁護士バッジを借りて、弁護士であげればいいっすよ。そんなのね、できるわけないじゃないですかって。あ、逆転裁判3でやってたかもしれない。やだな、三鶴さんが弁護できるわけないじゃない。今は冗談言ってる場合じゃないでしょ。実際どうなんだろう。検事の人ってさ、弁護士バッジ持ってれば、いや、できないか。それできねえよ。冗談のつもりはなかったっすけど。容疑者に協力するって、これは弁護士の仕事っす。もうそんなの気にしない。どっちでもいいじゃない。要するに事件の真犯人を捕まえればいいんですよね。まあ、だから、これはもう仕事じゃないよね、もう。仕事じゃない。オフ。オフだよ。まあ、でも、どうなんだろう。こういうのも検事の業務範囲に入るのかな。いや、入んないよな、多分。行くっすよ。依頼されてないしな、この人。分かっていると思うが、もし捜査の結果君が犯人だったならば、悪いがその時は容赦はしない。まあでも、ある意味優しさだよね。だからそこはさ、だから、優しさってわけじゃねえな。だから、しっかりそこは見据えてるってことだよね。怯える必要はない。まああなたがやってないなら自信持ってくれればいいですよ。君の話は信頼に値する。そう判断した。とりあえずはな。友達思いの人っていう風に感じましたから。君も私たちを信頼して待ってるといい。そうすれば、一人で怯えることもなくなるだろう。それでは失礼する。なんか気の弱そうな人だからね。一人じゃないんだよと。我々がついてると。いう感じで来ましたけども、留置所廊下。なんだあの上の自業自得ってやつは。ちょっと厳しい一言が上にありますけど。と、威勢よく出てきたものの、私たち、事件現場の刑務所に入ることもできないんですよね。捜査ができないなら、やっぱり、法廷で弁護するしかないっすかね。だから、そんなの無理じゃないの。あれ？あ！本物の弁護士が、あ、じゃあ、あれだな。この人の、弁護に、三鶴健二たちじゃない。こんなところで何してるのよ。この人を弁護士としてね、振りかざして、一緒に捜査すればいいんじゃない。また三鶴健二に嫌がらせをしに来たっすね。何言ってんの、デカ刑事くん。おじさんは仕事に来ただけだよ。お仕事って弁護士のですか。おう、みこもちゃん、今日もキュートフルだね。初めて聞いた、その用語、キュートフル。おじさんこう見えてやり手の弁護士さんだ。
今日も新しい弁護人に、あ、依頼人に会いに来たわけさ。名前なんだっけな、サルマゲなんとかって。サルマゲドンあれだよ、なんだっけ、トマ様 の、 あの撮影してたあの場所の、まあいいや、そんなの。サルジロソウダさんですか。あ、それだ、三雲ちゃん。よくわかったね。三木さん、いましたよ、弁護士さんが。ということは、じゃああれだ。まあ、だから付き人みたいな感じでくっついていけばいいんだな、この人に。やはりな、ならばここはあの手を使うしかないか。そうですね、過去逆転検事で、確か、メイちゃんに使った、あれと一緒ですね。私たちは、あなたのしもべですと。以前、自分の担当ではない事件の捜査をしたときに、担当検事のその部下か。部下という名目で現場に潜り込んだことがある。メイちゃんですね。あまり気は進まないか。今回もやむを得まい。しかも、よりによってしがらきさんっていう。しがらきさん、ちなみに、うちは助手は取ってないよ。おい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 。もう立たれたんですけど、望みが。可愛げのない男の助手なんてお断りさ。特に、カルマの息のかかったやつなんかもってのほかだぜ。これまずこの誤解を解かなきゃいけないのかな。しがらきさん、やはり簡単には許してもらえないか。しがらきさん、あなたが私を許せないことは分かっています。もちろんカルマの関係者を憎んでいることも、まあ、過去に何かあったんでしょう。信じてもらえるかは分かりませんが、今の私はあの頃の、カルマに心酔していた頃とは違います。そうっす、三塁健二は変わったっす。確かに昔は、極悪非道な検事だったっす。そういうことだ。でも今は全然違うっすよ。そこまではっきり言われると極悪非道だったんだ、俺昔極悪非道だったんだなってなりますからね。そうですよ、三鶴木さんは悪者じゃありません。検事というよりそう、ヒーローなんです。まあ、自分本人が言うよりもこの周りの人たちのさ、この三鶴木さんを説明するこの言い方でわかるでしょう。三鶴木さんが慕われてるってことが。先月の事件で私のことも助けてくれたんですよ。ヒーローとはまた大きく出たね。見事なヒーローぶりでしたよ。大泥棒には負けますけどね。逆転検事は参照してください。そういうことです。動画をね、視聴していただければ、それもわかると思います。しがらきさん、検事審査会の動き、おかしいとは思いませんか?おそらく事件の裏側で何かが動いてます。また強大な組織がね、動いてる感じがしますよ。このまま引き下がるわけにはいかないのです。捜査を手伝わせてください。お願いします。土下座してもいいですよ。さあ、どうする?ふぅ。まさか、あの君が頭まで下げるなんてね。どうやらかつての君とは違うようだね。頭下げるような人じゃなかったっけ昔って。三鶴木さん。そうか、もう基本的に周り舐めてたからな。何が君を変えたのか、ちょっと興味あるな。私を変えたものですか。あえて言うならばそれは、法廷そのものかもしれません。法廷なのかな?もしかしたら周りの人たちな気がするけど。法廷に立って経験した多くのこと、出会った多くの人々。そして、そこで再会した友人たちでしょうか。なるほどさんや、やはりまさし。やはりまさし。へへへ、まさかあの君がね、そんな風に心の内を明かしてくれるとは思わなかったよ。あの人も驚いているだろう。ないがしろにはできないな、こりゃ。遅くなったけど、改めて自己紹介させてもらおうかな。私、こういうものでございます。お、名刺だ。三鶴木法律事務所所長?三鶴木法律事務所?親戚か?あ、いや、違うか。普通に。そういえば三鶴木さんのお父さんって弁護士でしたね。そこの所長をやってんのが、しがらき立行と。三鶴木。しがらきさんは亡くなった私の父、三鶴木新弁護士の助手だった人だ。あの人ってじゃあ、お父さんのことか。三鶴木さんのお父さんは弁護士だったんですか。それじゃあ、しがらきさんが言ってたあの人って。正解だ、キュートな三雲ちゃん。三鶴木検事のお父さんのことさ。
事務所の名前は変えていないよ。シンさんには世話になったからね。ずるぎ剣士、いや、レイジ君。おじさんは完全に君を信頼したわけじゃない。一時的とはいえ、カルマに浸水した過去は消えるわけじゃないからね。昔の自分とは違うと言っていたけど、それを行動で証明してほしい。そうだね、なんか過去、あれだからな、一回の過ちでさ、簡単に信頼なんて崩れ去るからね。そういう絆とかそういうのはさ。ええ、わかりました。よし、お堅い話は疲れちゃうからここで終わり。そういうわけで、君は今から三剣法律事務所の臨時助手だ。いいね。お手数おかけします。一回崩れた信頼をまたね、取り戻すの大変だからな。しかし成り行きとはいえ、ちょっと感慨深いものがあるね。亡き父親の事務所で息子が助手をやるなんてさ、まあ、弁護士にをやるわけじゃないですから、まあ、一応検事は検事ですけどね。私は私あ、私は私言ってるのかと思ったなんか意味わかんない。急に、ね、三雲ちゃんがすごい格言を言ったのかと思ったら、私は私はって言ってたのか。もちろん君もだよ、三雲ちゃん。やった、よろしくお願いします、しがらき所長。さあ早速初仕事と行こうか。まずは教職から塾あれどういうこと。そうだな、昨日できなかったことといえば、それって被害者というより第一発見者、そうだね、第一発見者の話を聞こうとしたら、なんか急にあの二人が現れたから、そうだね、その人の話を聞こうか。昨日聞けなかった第一発見者の話を聞けないでしょうか。そうそう、それおじさんもそれ考えてたよ相変わらず調子のいい人だ。本当はあれかな、なんかこの人三剣さんに頼り切ろうとしてる節もあるのかもしれない。あのっす、自分はどうなるっすか。あなたはもう一柳さんについてるしかないでしょ。刑事の自分が弁護士の助手になるわけにはいかねっす。このまま放っておくわけにもいかんかお、優しいね三剣さん。刑事、君には特別任務を任せよう。一柳検事の指示に従い事件の捜査を行うのだ。そうだね、あなたはだからスパイですよ。だからスパイ、そして有用な情報があれば私たちに知らせてほしい。刑事、君にしかできない仕事だ。頼まれてくれるな、任せてほしいっす。弁護士に捜査情報を漏らすのは得意ですからそれはダメなやつなんだけどな。普段からそうでは困るのだが、今回ばかりはそれが役に立つ。頼りにしてます。さあさあ、それじゃあ行こうかね。いざ刑務所の中に。しがらきさんと一緒なら入れるから。おお、入れた。廊下、馬がいるんですけど。さて、第一発見者はどこかな。とにかく聞き込みをするしかないでしょ。ちょっとちょっとちょっと、あれ、誰この女性は。あの、失礼だが、あら、やだ、あなた。え、自分ですか。いいじゃない、いいじゃない、素敵よ、そのおひげ。マドモアゼル、はじめまして、弁護士のしがらきたてゆきと言います。急にイケメンになったけど、どうしたんですか。はじめましてのハグをよろしいですか。おほ、もちろんですわなんだこれ、うまくいってんぞ。なんだこれなんだこれは、何を見させられてるんだ。おじさんの口見るかやはり挨拶はハグ&キスからですわね。上を行ったな、まさに奪われたって感じでしたね。なんか世紀も吸い取られたみたいな感じだね。うん、大泥棒も顔負けの早技だったら、いや力技だろあれは、早技っていうか。私、触れ合いを大切にしておりますね。このホームの家族たちとも。ホーム刑務所ですけど、ここはご立派な考えです。私はここの、あ、所長なんだ。そんな立場の人だったんだ。三輪マリー、皆さん気軽に、マリーと呼んでね。な
るほどね、三輪マリーさんが見回りしてたんですね。なるほどね。所長、この女性が留置所と刑務所。はじめまして、私は三塁玲二と申します。県や信楽弁護士の助手をしています。失礼ですが、昨日三輪所長はこの刑務所に。もちろん昨日は絶対に外せない日ですわ。外せない日というと大事な会議かないかが。いやだわ、会議なんて私大嫌いなの。動物商に決まってるじゃない。え、よく見たらこのなんか何、動物も手開いてた、同じように怖いな、なんかあれだけ見ると。あれ、この音楽あれだな、なんだっけ、あの動物たちが舞い飛ぶエンターテインメント。いつもホームの家族たちと一緒に見るのが家族の旦那ね。ちょっと待って、これなんだっけ、なんとかサーカス、立花サーカスなんで思い出せないんだ。あのマックスギャラクティカの事件のね、なんとかサーカスですよね。立花サーカスだかなんだか。中庭に、特設ステージを作って、ミリアさんとかでいるところだよね。公演してくれるだよ。囚人たちの娯楽のための公演ということか。え、ひょっとしてじゃあそのサーカスの人たちが来てるのかな。昨日織永が言っていたレクリエーションとはこの動物ショーのことを指していたのだろうな。ひょっとしたらマックスギャラクティカいいんじゃないの。そんなに濃いキャラクターをそんなに次々出していいんだろうか。そのショーは何時頃だったのですか。8時から10時ぐらいだったわね。ちょうど死体が発見された頃か。動物ショーを見ていたならばアリバイにはなるかもしれんな。さてと、私はそろそろ行かなくちゃ。ゆっくりホームを見て回ってちょうだいね。あ、これは所長からお許しをもらったからもう自由に見て回れるわ。なんかいい人そうでしたね。さて、三つるぎさん、まずは何から始めましょう。第一発見者の悲鳴を聞いた囚人がいたはずだ。まずは彼から話を聞いてみるとしよう。なるほどね。じゃ、とりあえず今回はここで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。